ここだね。日教連の入江さんがいるって店は。毎日飲んだくれてんだろ、あったく。いい小身分だよな。入江総裁。うん。俺は松金組にいたもんで、海藤と申します。松金の？そうかい。あの人の子分か。うちの親父をご存知で。昔ながらのヤクザらしいヤクザだったな。義理人情に厚くて金儲けが下手で。でも俺みてえになる前に死んだのは幸せだったのかもな。少しお話をさせていただいてもいいでしょうか。一緒にいるのは俺の相棒で八神片木ですが、こいつも松金の親父にゆかりのある人間です。八神です。で、俺と話したいってなんだよ。相馬の話を聞かせてもらえませんか。 RK の相馬和樹です。相馬ね、組にいた頃はただの若造だったんだ。今じゃだいぶ幅利かせてるそうじゃねえの。一杯おごらせてください。隣座らせてもらっていいですか。相馬はよ、昔うちの頭補佐がスカウトしてきたんだ。闇カジノでドブへ捨てるみたいに大金かける若造がいるってんでな、ダチとつるんで女こましちゃ金にしてたらしい。なるほど、ヤクザにするにはもってこいの野郎ですね。闇カジノってカムロ町にあったやつですか。ああ、うちの組で仕切ってたんだ。カジノはいくつも作っちゃ札に潰されてたな。相馬を組に入れたのは何でです。あいつの方から入りたいって言ってきたんですか。そうだったと思う。さっき言った頭補佐に懐いててよ、相馬は上には従順だが自分より下の者にはえらく睨みが効くようだった。極道で使えるのはそういう人間だ。あとは暴力に躊躇ねえとこがよかった。ちなみに組入れる前、相馬のボディチェックはされたんですか。なんで、どういう意味だ。素性は調べたんですよね、生い立ちから何から。まあ一通りのチェックはしたろ。俺が細かく見たわけじゃねえ。入江さん、もしかしたら相馬は公安の潜入だったかもしれません。なんだと。あいつが潜入だとして、そうなると何か思い当たることはありますか。怪しい動きをしてたとか、外部の誰かと連絡を取り合ってたとか。いや、どうだろうな、考えたこともなかったからよ。あいつはやべえしのぎも進んでやってた。ここだけの話、人をやったこともあったはずだ。人？いつだったか、組のしのぎを札にチクったチンピラがいてよ、相馬は上の門に命じられてそいつをさらって山に埋めたんだ。それが初めてとは思えねえくらい手際が良かったらしい。君が悪いくらいだったって。確か阿久津の野郎がそう言ってたんだ。聞いたぜ。あいつ夕べ殺されたらしいな。耳が早いんですね。誰から聞いたんです。この町の闇は不健だぜ。自分たちだけが何でも知ってると思うな。阿久津も夕べ相馬が公安の潜入だってことに思い当たったんです。だから口を塞がれた。そうか。だがもう俺には関係ねえ。今となっちゃ相馬が潜入だろうがどうでもいい。組がなくなっちまってんだからよ。入江さんが日教連を閉めた後、子分たちは今どうなってんです。
半分は足を洗った。それと六代目の新事業ってのに呼ばれたのもいたが、あとは地下に潜ったみてえだ。そのうち息のいいのがある家に迎えられたよ。じゃあその息のいい子分たちが公安に踊らされてることになります。それも構わないんですか？もうボンクレ正月に挨拶もよこさねえ奴らだよ。半グレの中でチヤホヤされていい気になりやがって、恩知らずどもが。なんだか酒がまずくなってきちまったよ。あいつらのことを思い出したら。今はやっぱりみんなてめえが生きるので精一杯の時代なんですかね。まあでも毎日明るいうちから管巻いてちゃ誰だって挨拶する気はなくなります。今度シラフの時に飯でも食いませんか？東上会の直系組長がそんなんじゃ、昔上を目指して死に物狂いで頑張った俺らが浮かばれませんから。失礼しました。海藤さんのいた松金組は東上会の直系になるのが悲願だったんです。だからあの人には自分の親が目指した場所に入江さんがいたと、そういうふうに見えるんだと思います。お話ありがとうございました。占領通り北にある三沢ビルって知ってるか？そこで長藩博打の賭場が立ってるんだ。賭場？ええ、前に行ったことがあります。そこが何か？その賭場は六本木から流れてきた連中が仕切っててな、そいつらを相手にRK は上がりの分け前をよこせと言ってる。カムロ町で稼ぐなら RK の許可を取れと？なあ、ところが六本木は上がりを払う気がねえ。それで今夜 RK が賭場をビルごと襲撃するらしい。目的は見せしめだ。派手にやるだろうな。一人や二人死人が出るかもしれねえ。じゃあもしかしたら相馬もそこに来るってことですか？さあな。ただ今夜の襲撃は元東上海組の仕切りだ。 RK の精鋭部隊よ。ひよっこどもにプロの仕事を見せるんだと。誰からそんな情報？だから言ったろ、自分たちだけが何でも知ってると思わねえことだ。勉強させていただきました。何を話してたんだ、タボ。今日これから RK の襲撃が起きるってさ。こないだの四季の間のビルで、あの飛ばしきってる連中が RK に分け前を出し渋ってんだ。じゃあそこに行けば RK のメンバーがわんさか来るわけか。もしかしたら相馬も。ああ、とにかく行ってみる価値はありそうだよ。分かった、東も呼んどいた方が良さそうだな。